株式会社ビットキーは東京都中央区京橋に本社を置く自立分散システムによる独自のキーテクノロジービットキープラットフォームの提供を行っている会社である2018年に3人の共同代表によって設立された2019年末に発表された日経トレインディ2020ヒット予測100では16位にビットキーがランクイン2020年末に発表された 東洋経済、すごいベンチャー100でも選出されている。8時間で目標達成。初日に200%達成となる。最終的に44日のプロジェクト終了後には、支援者数4851名、総支援額1880万1150円となった初期費用なし、月額300円始めることができる住宅向け、スマートロック。会場方法は、 スマホアプリと Apple Watch 専用デバイスビットバトンに対応付属の両面テープで部屋の内側の鍵のつまみに被せるだけで設置が可能。施錠や会場履歴の確認や時間や回数の条件付き鍵を送付する機能があり API 連携している家事サービス KC など鍵のやり取りが必要な宅配クリーニング配送業者との連携も予定されている KC は 予約時間に連動した鍵を自動生成して、キャストに提供できる仕組み初期費用なし、月額2000円始めることができるオフィス向け、スマートロック。ビットロックスターターキットという関連製品の基本パックにも含まれており、NFC リーダーとセットで利用することで、IC カードで会場も可能初期費用なし、月額2000円始めることができる、電子制御のドア向けスマートロック。 マンションのオートロックエントランスやオフィスの自動ドア等に対応。スマートロックと連動し、受付から案内まで無人化するスマート受付システム。受付に設置されたタブレットでゲストが受付を済ませると、訪問先へのビジネスチャット上での来訪通知や入室に必要なドアの鍵が連動して解除される24ヶ月分月額利用料と、 様々なドア鍵の形状でも設置を可能にするアタッチメントパックがセットになったギフトカード製品単位では機能で競合する製品があるが会社として類似の事業を包括的に行っている企業は存在しないハードウェアとしては家庭用の工事不要後付けスマートロックが全般的に競合となるセサミミニやクリオなどが存在する一方 ビットロックライトはソフトウェアが強く、日本で唯一サービス事業者と API 連携して鍵を自動で渡すことができるスマートロックである現在は、KC のみが予約時間連動の鍵生成が可能。ハードウェアとしては、フォトシンスアケルンが競合となる。タブレットを活用した受付システムとしては、リセプシャニスト、コールが競合となる。ありがとうございます。